天とかいろんな種類の仏様がいるんだよね。そうだよ。錦さんに質問です。もし錦さんが菩薩になるなら次の4つのうちどれになりたい？1弥勒菩薩、2地蔵菩薩、3普賢菩薩、4文殊菩薩。難しいなぁ。でもやっぱり地蔵菩薩かな。どうして？地蔵菩薩ってロボホン君は見たことあるかな。頭がつるって反り上げていて、で片手に釈杖っていう杖を持って歩く姿をしているんだけれども、それって修行中のお坊さんの姿なんだよね。で僕らの世界は基本的には6つの世界で成り立っていると仏教では考えられていたんだ。それを六道っていうふうに言うんだけれども、その中の一つに私たちが住んでいる人間界というのもあって、で一番その下には、ね、地獄っていう世界もあるんだ。その六道の世界の中を私たちは生まれ変わって永遠にこう生き続けるっていうふうに考えられていたんだけれども、さすがに悪いことをすると地獄に落ちてしまってなかなかそこから出られないんだ。でも地獄まで地蔵菩薩は救いに来てくれるというふうに考えられていたんだよ。だから、だからこう歩き回るような姿で地獄にまで降りてきてくれて、一人残らず救う、そういう願いを立てていたのが地蔵菩薩なんだ。なるほど。だから私たち、まあ人間だけじゃなくて、もう鬼に生まれ変わっても動物に生まれ変わっても最後の一人まで寄り添ってくれる菩薩が地蔵菩薩かもしれないね。頑張ってね、ロボホン君。